SMBC 日本シリーズ2023第3戦阪神4ボーリックス31日甲子園両チーム1勝1敗で迎えた甲子園での第3戦はオリックスが逆転勝利2年連続日本一に向け2連勝を飾り2勝1敗とした5 4と1点リードで迎えた9回裏、5番手平野義久39 ガニシ一二塁で一打サヨナラのピンチを招いたが、4番、大山をフルカウントから最後はフォークで空振り三振に仕留めた。日本シリーズ初登板の先発、東康平23、は阪神に先制点を許したが、以降は要所を抑え5回81球を投げ、5安打1失点の念頭。育成出身投手としては、球団初となる日本シリーズでの先発勝利を手にした。 打線は4回にこの日4番の頓宮優真、26、が同点アーチを放ち、5回は連続ヒットから勝ち越しに成功すると、宗優真、27、の2点タイムリーでリードを広げた。リリーフ陣は終盤1点差に迫られたが、その1点を守り、霧接戦を制した。第4戦の予告先発は阪神が才木人、斗、24、オリックスは山崎幸也。 31プロ6年目の東晃平は育成出身としては球団初の日本シリーズ先発1軍では阪神戦甲子園の登板も自身初となった今季は8度の先発で6勝0敗防御率2.06昨季8月6日の日本ハム戦でプロ初勝利を手にしここまで通算14度の登板で球団新のデビューから7連勝 0敗と無敗を続けている。立ち上がりは近本を三玉三振に仕留めるなど三者凡退。2回は先頭の大山にライト前ヒットを許すと、佐藤照は空振り三振。だがノイジーのヒットで1・1、3塁、続く坂本は2ゴロでゴンザレスの候補により2塁アウトもダブルプレーにはならず、阪神に先制点を奪われた。さらに木並みの2塁打で2・2、3塁としたが、 伊藤翔を打ち取り失点を1で抑えた3回は先頭近本にヒットを打たれるが中野のファールフライを廣かがナイスキャッチ続く森下の打席で近本の盗塁を若月の高層球で似合うと森下は3ゴロに打ち取ったこの日の打線は1番中川圭太272番宗馬二273番森友二28 4番、トン頓ユ優馬、26、5番、ボンザレス、34、6番、紅林光太郎、21、7番、若月健也、28、8番、廣岡大志、26、で挑んだ。CS で負傷した杉本雄太郎、32、は3戦連続でベンチ外。阪神、先発の伊藤正史を相手に、 1>, 1回は西から森がヒットで出塁するが、頓宮は大きなフライも中飛。2回は三者凡退。1点を追う3回も3人で抑えられた。プロ初打席の東は2ゴロ。だが4回は西無双者で、4番の頓宮がカウント2月2日から5玉目のストレートを捉え、マックスクリーン左へソロ本塁打を放ち、リーグ首位打者の一発で1対1の同点。 今シリーズ第1号となった。さらに5回は先頭紅林若月の連続ヒットで無失点3塁のチャンスここで労岡の夕五郎間に2点目を奪い全力疾走の労岡は1塁セーフさらに東が東五郎も伊藤翔の2塁悪送球で1死1二塁とすると西で宗が宇宙間を破る2点タイムリーにベースを放ち4・1とリードを広げた 5回は木浪のヒット、近本への支給で西1二塁としたが、中野を左に打ち取り、この日はマウンドを降りた。打線は6回に若槻の儀比で5 1と流れを渡さず。系統に入った6回、2番手、荻田敦也、25、が先頭、森下にヒットを許すが、大山の3ゴロを胸が弾くが2塁アウト。続く佐藤貴、ノイジーを外野フライに打ち取った。 だが7回、3番手、山岡大輔、28、が坂本、木並に連打を許すと、代打、糸原は中日も近本に支給で一死満塁に。ここで中野の1ゴロ間に1点を返され、森下のライトへの2点タイムリーを浴び、5、4と1点差に迫られた。続く大山は変わった宇田川優輝、24、が3ゴロでしのぐ。 8回は続投の宇田川がノイジーのヒットと送りバントで2、2塁とするが、ここまで3安打の木並みを空振り三振で切り抜けた。9回は平野義久、39、が代打、原口に死球を与えると、近本の二ゴロで1、2塁に。中野は空振り三振も森下に死球で1、2塁のサヨナラピンチとなったが、最後は大山をフルカウントから空振り三振でゲームセット。